はいどうも、じゅんです。さあ、今回は国立広島大学をご紹介していきたいと思います。大学のポジションはこちら、金岡千尋。関東でいうマーチ軍団に位置しています。その前に、そもそも大学時代あまりよくわかんないんだけど、という方向けのコンテンツもたくさん用意していますんで、これから大学受験を考えているあんた、ぜひチャンネル登録しておいてくださいね。受験は情報戦、そう、知ったもん勝ちです。それでは広島大学見ていきましょう。偏差値 47.5 から 67.5、学部数12。倍率は1倍から4倍となっています。はい、来ました。夜間を除いてもなんと偏差値50代前半の学部が複数存在します。こういうことがあるからね、ほんと調べたもん勝ちですよ。偏差値50そこそこで有名国立大学生になるから美味しすぎるよね。また広島大学はアジア、ヨーロッパ、アメリカなど世界72カ国から1400人以上の留学生を受け入れるグローバルな大学です。留学生と日本人学生との交流イベントも用意してくれているんで、自分次第で外国人の友達とかできちゃうかもしれませんよ。もう決まりじゃない？言っとく？キャンパスは広島に3カ所です。日本トップクラスの広さを持つ東広島のキャンパスは約250万平方メートルもあります。なんだかもうよくわかんないな。フレンドリーな先生が多く、実験や授業が楽しいとの口コミが多いようです。さらに全国大会優勝経験のあるクラブや趣味を楽しむサークルが200以上。こんなキャンパスで過ごす4年間、なんか夢広がるわ。はい、その前に勉強 See you。